すんげえびっくりしたんだけど、今のはやばいね。鏡、鏡びっくりした。もうなんだあれ、ビビった。さあ次は、おお大丈夫だね。みゆちゃんの部屋も大丈夫だったから、うん、ここも大丈夫だね。え、いや閉じちゃった閉じちゃった、びっくりして閉じちゃった。もうまた始めっから。明らかにはるかさんいたんだけど、ほら百瀬はるかさん、あ、なんか歌ってるか。みゆちゃんの部屋に行かなきゃいけないんじゃないのこれ。わあ、行った方がいいんじゃない。 OK、 みゆの様子を確認する。こっちから行ったらすぐ行けるね。ボボ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 ボ、どんな驚き方だよ。特に異常はないようだ。気のせいだったのだろうか。思いっきり手出てたよ、そっから。うなされているが無事のようだ。監視を続ける。了解。もうレンさん疲れちゃうよ、こんな。家の中ずっと走り続けてんでしょ。レンさんも大変だね。いやーでも、お、テレビが、いつの間にかテレビがついている。画面はずっと砂嵐が続いている。テレビを消しておこう。おい、びっくりした。ここにいて戦闘ですか。誰？アトランティスの女の人がすごいことになってるけど、どうした？一体何があった？一体何があったんだこの女の人に。何があったんだお前に一体。レンさんが情けない声出してる。オーケー、来た。今いいタイミングだったな。まだか。強いな、やっぱり。これ、はるかさんか。
誰なんだよ。冬日ってことはやっぱはるかさん？はるかさんかな。多分はるかさん。うん、冬日さんとはるかさんを倒したから、今なんかまた別のやつがいたけど、誰だよ。異常ないな。いや待って、いっぱいいる。え、マジ？いつの間にかこのカフェが大変なことになってんだけど、やばいか。いや、すごいわ。異常ありまくりだったよ。あそこに行けということかな、もしかすると。1階の、入り口のとこですよね、あれは。え、行けってこと？あれ。2体いるけど。ちょっともう一回見たら、切ってみましょうか。絶対行けってことだな。ここを開けると、ほら消えた。消えてない。はい、ナビタイム。はい、オッケー、ナビタイム。オッケー、ナビタイム。おい、二人同時に来るのか？せこくね？同じ動きしてる。お前ら双子だろ。お前ら双子だろ。このなんか動き、ほらすっげえ同じ動き。あ、弟だか兄だかが死んだ。でいいのかな。でいいのかな。また監視カメラを見ようか。じゃあなんだこのゲーム、この監視カメラを見て、なんか異常があったら行ってバトルしてっていうこの繰り返し、つらいぞ。え？山の巫女降りてきてんじゃん。くそ。え？なんでルイがいない？もう。ああ、もう、なんかもう、いろいろありすぎてもうむせた。もう、ああ、もうさ、もう、ちょっとはもう、レンさんの気持ちになってあげて制作してくださいよ。もう、レンさんが過労死するよ、これ。ほんとに。ルイ入ってったし、なんか言ってから行けよ。ムービー入る？もう怖くてしょうがねえんだけど、今回。ルイ。あ、取れなかった。ルイの後を、え？なんでまた迷いがの家来てんの？
あ、誰お前。引きずられる男。うん、あとはあるね。あ、ルイ。待て。いや、本当に待ってほしいよね。お、ルイの手帳4。先生はあの写真の女性に見入られている。女性が苦手なはずなのに、先生は変わっていく。仕方のないことなのかもしれないけど、変わっていく。私はこのままでいたいと思っていた。このままの関係。どちらでもないまま。でも、いつか先生、え?でも、いつかは決めなくてはならない。先生はどっちがいいのだろうか。どういうこと?ルイは先生のことが好きなのか?いや、来るだろ、これ。来ないんかーい。待ってくれ。またなんかあの屋根裏に行っちゃうじゃん、これ。おい、ルイ。え、どうなるの?あ、レンさんがメガネかけてない。まずい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 よ。あー、びっくりしたまさかルイが連れて行かれたってことか?嘘だろー。もう嘘だと言ってくださいよ。本当に。どうする?この先。君は大丈夫か?私、やっぱり山に戻ります。私を連れて行ってくれますか。無茶を言うな。危険すぎる。そうですか。いろいろとお世話になりました。うん、これお借りしてもいいですよね。小塚田さんも探せるかもしれないし。おい待てよ。おお。じゃあ、行きますね。レンさん、止めなくてよかったの?監視カメラを使って、ユーリとニューを見守っていたレンだが、いつの間にか眠ってしまう。レンはルイを追う夢を見ていた。その夢から目覚めた時、ユーリとルイは姿を消していた。そして目覚めたミューは、ユーリの射影機を手に、氷上山へと向かった。戸惑うレンを一人残して。うわー、気になるなー、この続き。お、S! うおー、初めての S 来た。スコアミッションが8番超えると S になるのかな?
やったじゃん。多分清めの日とかがなんか結構ポイント高いから持ってなきゃ多分 S 行かないのかな。これはやった、初めて S 行った。おーっしゃ、ということで8の質く大曲がとき S ランクでクリアしました。やったー、疲れたけど嬉しい。マジか、すっげえ嬉しいんだけど。すごいね。いや今回まさかこんなスコア良かったんだね。まさかこんなにいくと思わなかった本当に。いや嬉しい、これは嬉しい。いや本当にこれは本当に嬉しいね。 S ランクはもう本当に出せないんじゃないかと思ってたから嬉しい本当にね、嬉しいですよ。はい、ということで8の雫大曲がときはこれにて終わりました。はい、次回ですね、9の雫、棺かごかな、多分棺かごの方プレイしていきたいと思います。ということで次回はですね、平崎美宇ちゃんを使って小塚田優里ちゃんを探していきたいと思います。では次回の動画でまたもう本当神、今回本当に神々で本当に申し訳なかったです。本当にちょっと、はいすいません。ということで次回9の雫棺かごの方でお会いしましょう。じゃあな、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、PC からは画面上のアイコンをクリック。スマホ、携帯機器からのチャンネル登録は下のアイコンからよろしくお願いいたします。では次回の動画でもお会いしましょう。